ですね、日焼けが防げないので、うん、両方使いました。なるほど。私もじゃあ合わせますと帽子使うんですよ、はいはい、まあ、野球キャップってキャップですけどね、うんうんうん、この辺が焼けないように長袖なんですよ。ああ、なるほど。まあ、それだけですかね。長袖暑くないですか？ですね、年齢が加算でいきますとですね、はい、暑くならなくなります。そうなんですか？はい。本当ですか？本当です、本当です。私は昔はほぼ裸、まあ、あの、タントップで、あの、ね、一年中過ごせて、夏もそうだったんですけど、これも問題っちゃ問題だよね。気象会社の、ね、民間の気象会社の役員が昔はほぼ裸だったってね、問題発言ですよ、これまた。びっくりしましたね。いや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 、まあ、ゴリタさんって言われるぐらいですからね、まあ、基本服は着てなかったのかもしれないですけど、困りましたね。いやー、さあ問題作が続いている、ね、ソライブですけれども、続いては本日7本目になります。8月24日木曜日のナイトから届いております。ポンコのリアルバンジージャンプ、それでは見ていきましょう。どうぞ。バンジー J、 やり投げ、柔道、土壌すくい、どれ？それではジェスチャースタート。いくよー、いくよー、いくよー、よーし、よーし、よーし、ふん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 。ちょっと大丈夫？ちょっと何今のちょっとなんだ今のはなんかさ、最初の鼻歌もよく分かんなかった。何だったのあれどういうこと？ぐにゃ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 してたけど、びっくりした。あんなの初めて見たよ。うわ、超びっくりした。なんか強力なの続いてるね今日は。ぐしゃぐしゃになってました。あー危ない。あの後どうなったのか、どうなったのかな。あー怖い。真相が知りたい。ちょっと見返してみようかな。さあそれでは、もう気を取り出す暇がないね。今週の名場面は、さあ続いて今週8本目になります。8月26日土曜日のムーンから届いております。KTR にこの人が物申す、ご覧ください。どうぞ。ぼっこちゃんと喋る日が来るとは。ご紹介しましょう、ぼっこちゃんです。どうもこれ、喋れるんだっけ？僕会話もできるんでしたっけ？これできるんですか？はじめまして。はい、あ、どうもすいませんね、僕でも大丈夫ですかね、この時間はいいですか？一緒にこの会話していただいてね。反応がない、反応がないよ。
それだけ今なぜこんだけ時間かかったかというと、僕が2回も問いかけるっていうことをスタッフに言ってなかったからです。いつもとメールアドレスが変わっていますね。あ、はい、今日の群馬県伊勢崎市、朝から現在まで青空が広がっています、はい、こんなにも澄んだ青空を見たのは久しぶりです、はい、ちょっと待った、何々キャスターさんは女性ではないって、そんなバカな、嘘でしょ。嘘だよね。じゃあ森田組長か KTR のどちらかということかな。 KTR って言ってもらえた。つまらねえよ。かっこ笑い、長々と書くのはよそう。誰だか半田姉さん、WWW ムーオンよろしく頼んませ。ムーラビットさん、ありがとうございます。つまらねえよっつってボコちゃんに言われちゃいましたけどもね。あー、やっぱボコちゃんは何を言わせても可愛いですね。いやー、だいぶツボにはまってきました、みんなのね。はい、さあそれでは続いて本日9本目になります。8月27日曜日、サンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。久しぶりの。さあそれではですね、少しちょっと待ってくださいね。準備がかかるというコーナーになっておりまして、はい。皆さんも打たれる準備しなきゃですね。はい。もしかしてもしかしてといただいてますけども、そうですね、タイトルコールは来てからですね。先日いろいろな兼ね合いでですね、聴診器がですね放出したということだったんですよ。それで院長の村田さんからしばらくクリニックは休業する、休診するという感じでですねコメントあったんですけれども、なんと聴診器がですね他にもあったと。買ってないんですって、あったんですって。そうだね、院長の許可得てないのでこっそりクリニックということで、ちょっと髪の毛絡まっちゃった。はい、ちょっと待ってくださいね、いろいろ出てますね。気分すっきりサンシャインクリニック。知らないよ俺。久しぶりですねこちらのタイトル。当院では皆さんのお悩みを聞いてすっきりしてもらうというコーナーです。お悩み、はい、お悩みを聞いてすっきりしていくコーナーです。熱中症のサインかもしれないです。さあそれではですね、今日気分すっきりなお薬は、今日はですね、まさかまたやってるとはな、ポカリスエット、商品見えちゃった。はい、スポーツドリンクを、はい、スポーツドリンクの方をいろいろ問題していきたいと思います。いろいろ問題だ。はい、それでは皆さんちゃんと手出してくださいね。ドクター江川はですねアルコール消毒に定評がありますので、はい、ちゃんと拭かなきゃいけないですからね。はい、定評あります。はい、準備は完了ですね。ではスポーツドリンク入れますよ、ちょっと待ってくださいね。アルコール消毒って何？注射は怖くないですか？定評があるって何？まずは力抜いてくださいね。はい、あ、では焼酎ぶっかけるやつだ。プッってやつ。ごくごく、あら、ごく、何を飲んでるの、ごく、何を飲んでるの。はい、すっきり。今日の診察はここまでです。しばらくの間またですね院が閉まってしまうかもしれないんですけれども、皆さん体調崩したときはこちらいらしてください。以上、サンシャインクリニックでした。お大事にどうぞ。いや、勝手に開いちゃダメですよ。あれを。いろんなトラブルがまた起きるじゃないですか。ねえ。いや、2セットあったんですよ、もともと。はい。それは存じてたんですけど、はい。あれは封印しますっていう。ねえ。いや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 、ねえ。ああ、そうですね、あの方も闇医者ですね。はい、
闇です闇、はい、アルコール消毒ね、よくあの映画で見たことある、こうやってプップッってやつですビリップッってやつねアルコール消毒ねはい、さあ、いやまさかあんなことやってると思わなかったな。続いて本日最後になります、8月27日日曜日アフタヌーンから届いております、イタッチが昼間にやってきた、どうぞ、はい、サンタクロースみたいなことしてるの、バーッと盛り上げていただいて、わかりました、皆さん、はい、私大事な空見堂を紹介するの忘れてました、あの、まあ、初ということでこういう感じですかわいい初めてのアカネということで射抜かれちゃった、まあ、射抜かれてます、あの初めてのお使い的な感じなのかなと思いきや多分射抜かれてるんでそういう方ではないですね、あ初めてのお使いで射抜くことはないですね、そうですそちら初めてじゃないそうです、そうだまだ時間早いですよ、まだ明るい、まだ明るいですよ、違いました、うん、はい、ということでちょっと初々しい、うん、あのレアな番組にしていけたらと、はい、分かりました、いやもうどこが初々しいんだ、レアでしかないですもう本当にね、もう何なんですかね、こうイダッチが通った後って、要はあの強風が吹いた後の赤潮みたいな感じで、もう生き物が生きられない、もう酸素が不足してみたいな、みんなバタバタ倒れていくみたいな、いやーねー、ということで、本日以上になります。困ったな、もうノミネートの時点で困りますね。今日は、本目は計算違いの小悪魔の振り返り、にゃにゃって言ったやつね。で、次が、クズヤ親分ね。で、3本目がユカリン乱入の一部始終のポップコーン食ってたやつね。で、4本目がサンシャイン鈴木ね。で、5本目が中島由紀の父さんとニャンニャンですね。6本目が、森田さん昔は裸だったっていうほぼ裸だったっていう話でしょ。で7本目がポンコのゴニョ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 ってやつね。で8本目がカンタロウとボッコちゃんね。で9本目がサンシャインクリニック江川ね。で10本目がイダッチの下ネタでしょ。はい、以上です皆さんちょっと考えてください、どれをノミネート、4本ですからね、4本どれをノミネートにするか、うん、さあということで今週の推し、皆さんの推しを教えてください、コメントどうぞ。はい、とりあえずニャンニャンってコメントが多いので、まずは、はい、わかりました、中島由紀の爆弾発言一つね入れさせていただきます。1022って書くとなんかかっこよくなってんなはい、じゃあ続いて、1本目は由紀乃さんね、2本目に参ります。2本目どうぞ。あー、ポンコ来てますね、ポンコ来ました、はい、わかりました、じゃあポンコのゴニ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 ってやつですね、はい、じゃあ2本目ポンコになりました。それでは本日3本目誰だ裸ゴリラ誰だ裸ゴリラってこら、よしなさい、よしなさい、コメントが多かったのはまずサンシャイン鈴木です、はい、3本目サンシャイン鈴木入りましたそれでは続いて4本目参ります。4本目どうぞ。4本目は
裸ゴジラか裸ゴリラか下ネタイタッチの勝負になっております。あ、裸ゴリラの方が多そうですね。わかりました。それでは裸ゴリラに決定したいと思います。これは問題作が多いな。ねえ、これは4本ともそれぞれのね、それぞれの州のチャンピオンでもおかしくない激戦区ですね。もう何ですか、その死のリーグっていうやつですよね、ワールドカップ的にはね。はい。あ、さあ1本目、ゆきのちゃん、ゆきのちゃん1022。2本目、ポンコ、ポンコです。3本目サンシャイン鈴木、4本目裸ゴリラです。これは分かんねえな、今週分かんねえぞ。はい、ソロボタンの方出ました、ニコ生の方も出ました。これはなんだろうな、これ4本まとめてまたね YouTube の方にアップしますからね、存分に楽しんでください4本。あれそうですね、ほんとそうですね。あ、コメントがもうできないですよこれ。それぞれすごかったな。これはここに来てなんかまた名場面がね、一時おとなしくなるのかなっていう雰囲気すらありましたけど。あの森田さん別ね、あの今は裸じゃないですよ、今はね、昔の話ですよ、昔まだゴリラをやってた頃は裸だったって話です。違うって。いやー、ポンコもインパクトあったね。あれもすごかったし、サンシャイン鈴木がお送りしますみたいな話も良かったし、もう父さんとニャンニャンはもうねレジェンドですから、もうあれはね。うん、疲れるこれ。さあ、じゃあそろそろ行きますか。そろそろ行きますか。じゃあそれでは締め切ってまいります。5秒前です。4321終了です。ピーン。それではニコ生の方からまずはオープンしていきましょう。どうぞ。1022発言が 45.7%、 続いてはポンコグニャ、サンシャイン鈴木、裸ゴリラの順番です。ふう、よかった。はい、それではソロボタンの方も見ていきましょう。どうぞ。おお、綺麗、綺麗な段々になりました。裸ゴリラは良かったんですけどね。でもなんかその名場面の後の方の盛り上がりが良かったですからね。あれ名場面自体はそんなインパクトもなかったですからね。はい。あ、いや、圧倒的にね、ゆきのちゃんがね、今週の大賞やりましたということで、さあじゃあね、ご褒美にもう一回見ていきましょうか。それでは、です8月23日水曜日のムーンから届いております、中島ゆきのさんの問題発言、どうぞ。改めまして本日のゲスト、中島ゆきのさんです。はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。行き過ぎてます。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お久しぶりです。
しぶりです。あ、ごめんなさい、ちょっと椅子が高いです。そうね、一人だけ背高のっぽいって。ヒュー。はい、あ、低すぎ、低すぎ。はい。本当にね、ちょうど1年ぶり。きっと初めましての人はこの人は何の人なんだって絶対思ってない。そうですよね。ほら行列はや、やっとらんよ、やっとらんよ。別にあのお祭りで餃子をやってる方ではなくてシンガーソングライターです。お祭りで餃子や。今日なんかね、なんかお祭りっぽいなと思って。ね、そうなんですよ。はい、そうなんです、はい。シンガーソングライター、シンガーソングライターです。はい、そうです。もうあの歌手の方ですよ。うん、シンガー餃子ライターよ。前回のワンマンライブは去年は11月2日だったんですよ。で、E2 でなんか終わったんですけど。はいはい、今日はね、10月22日、うん、日本橋三井ホールということなので、はい、何にしようかなって今日あの美容院に行きながらずっと考えてたんですけど、思いつかなかったんですよ。そう、はい、だから、うん、もう当2位2とかそういうのしか締め方が思いつかなかったんだけど、そう、10月22ってなかなか難しいんだよね、覚え方が。あ、猫の日だって。にゃん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 ってことはにゃんにゃん父さんとにゃんにゃん。ちょっとやめてください。方法的にちょっとね、ちょっと今なんか不適切な表現がありました。申し訳ございません。今ライブ生放送で、ね、ちょっと不適切な違う違う表現がありました。全然違う全然違う違う、やめてください。ちゃんと天気の番組なんで違ういくら夜だからって言っていいことじゃない。違う違う違う、そういう意味じゃない、全然そういう意味じゃない。何の意味じゃないよ。私今でもちょっと意味よく分かってないですから。いや、確かにね、少子化問題はね、違う、やめてください、やめてください。だから非常に問題ではありますけども、違う、ごめんなさい、広げないで、違う違う違う、まさかトンさんとったので違う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 、繰り返し繰り返しなかったことに、なかったことにおや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 、みんなの記憶なくなりました。どうしますかね。いや本当にね、もう BS やってなくてよかった。うーん、ネットでよかった。はい、さあということでね、いやー、雪乃ちゃんのね、あのうぶさには参った。うん、父さんとニャンニャンっていうね。さあこれね、もうあのちょっとコメントにもありましたけど、新たな視点の疑惑ですよ。なんか新しい視点の候補なりましたね。今なんか今週のなんか4人ってね、それぞれなんか四天王、新たな四天王ですよ、サンシャイン鈴木、中島由紀乃、裸ゴリラ、ポンコ、新たな四天王の誕生じゃないですか今日ね。新たな時代が来ました。もうね、年間が怖い、年間大賞が今から年末がね、楽しくてしょうがないですね。いろいろね、あの考えさせられる、そんな1週間になりました。さあということで、2時間お付き合いありがとうございました。はい。あ、そうですね、グッズの話も出てきたところでね、年末に向けてね、そういったグッズもね、また作っていけたらと思いますよ。うん、あの缶バッジとかだったらね、簡単に作れるのでね、四天王缶バッジとかいいですね。その旧四天王、新四天王、その LINE
ラインナップですよ。ゆきのさんの事務所には通しておきます。はい、マネージャーさんが非常にいい方なんで、ぜひこれをっていうね、あのライブでは売らないです。ライブでは売れないです。はい、そんなね。通らないかな。通らないかな。はい。さあ。あ、そうですね、裸ゴリラっていう、ね、T シャツもいいかもしれないですね。裸なのに T シャツがあるっていうね、そういうのもいいかもしれないですね、はい、グッズ展開もね、なかなかこう楽しくなる楽しくなるね。ハッシュタグをつけてつぶやかないでくださいね、皆さん、はい、ね、それぞれハッシュタグになりそうですね。ハッシュサンシャイン鈴木、ハッシュ1022、ハッシュ裸ゴリラ、ハッシュポンコグニャですね。あ、いやー、最近なんだかんだ森田さん食い込んできますからね、なかなか怖い存在ではありますよね。はい、さあということで、いや、今週も笑いましたね。さあ1時を迎えるということで、そろそろ締めてまいりたいと思います。今週の天気はですね、今日までは、ね、晴れるところ多いんですけれども、また低気圧前線進んできて、今週は秋雨前線っていう言葉がね聞かれそうですね。あと週の後半にはですね、また台風の動き気になるところ出てきますので、天気をね気をつけてみていただければと思います。さあということで、今週も頑張ってまいりましょうということで、最後は AAO で締めたいと思いますね。ちゃんとね、暑くても洋服は着て出かけましょう。えいえい、おおやすみなさい。こんばんは。ストライブモーニング担当しました高山奈々です。今日も3時間ありがとうございました。今日本当にお出かけ日和となるところが天気的に多そうでしたが、皆さんどこかお出かけされましたか？お出かけリポート届いているのかな。私もう日付が変わっていると思いますので、今日もストライブモーニング担当です。モーニングの気になるリポートは前の日の皆さんからいただいたリポートから選んでおります。ということで、昨日お出かけされた方のお出かけリポートを選ぶこともできますので、すごく楽しみにしております。さあどんなのが届いているのかな、ワクワク。まあ、もう8月最後の週末日曜日ということで、ゆっくり過ごされたという方もいらっしゃると思いますが、皆さんどんな日曜日でしたか？また今日から月曜日お仕事という方、新学期という方もいらっしゃると思いますが、また頑張っていきましょう。でモーニングの時にまた天気はしっかりとお伝えしていきたいと思います。モーニングの時に空白ロスを吹っ飛ばせ、特別番組がありますとお知らせを何回もしていきましたが、皆さん見ましたか？どうですか？どうだったんだろう。私多分じゃないな、もう
その特番の時は今日がモーニングということもあり多分夢の中だと思うのですが私も見ていきたいと思います。きっと盛り上がったんだろうな。なんか私も空白の写真結構キャスターさん同士で何枚か撮ったんですけどあまり上げられてなくて自分の中に撮ってあるのもあるのでそういったものも後々出せればなと思っているのですがそんなこと言ってる間に8月終わってしまいそうですね早く皆さんにこう少しでも出せるようにしていきたいと思っております。はい、そして今日のモーニングもぜひ皆さん参加していただければと思います。空にスタンプ今日もたくさん送ってくださったのですがお時間の関係上すべてはご紹介できず本当にすみません。また明日も送っていただければ嬉しいです。それでは皆さん今日も3時間ありがとうございました。この後も素敵な時間お過ごしください。おやすみなさーい。こんばんは。スライブサンシャインを担当しました江川です。サンシャイン外中継に行った時にはですねこんなに風強くなかったんですけれども終わりの時間では風がちょっと強まってますね。ただ涼しいので暑さというのは感じておりません。またセミの声も少しずつこの時間帯ですと聞こえ始めております。なんかちょっと外中継っぽいんですけれども今日たくさんリポートご紹介することができました。やっぱり週末で日曜日お家にいるという方や参加してくださる方も多くいらっしゃったので嬉しかったです。また久しぶりにサンシャインクリニックを行っていきました。しっかりとですねスポーツドリンクを皆さんに注入することができたのかなというふうに思います。ただ良い子は真似しないようにしっかりと口から補給するようにしてください。ソライブサンシャインまた担当することがしばらくはないと思うんですけれどもあった際にはよろしくお願いいたします。それでは素敵な夜をお過ごしください。こんばんは。ソライブコーヒータイムが終了した私福島貫太郎でございます。日曜の昼間からむさ苦しい感じにお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ようやく私もこう番組冒頭の不調から、アイドリングが済みまして今ようやくいい感じになったかなと思っておりますが、疲労感も相まってみたいな感じにはなってますねこの時間帯にはもうすでにね、空白ロスを吹っ飛ばせ特番終了しているかと思います。いかがでしたでしょうか。どうだったんでしょうか。いやそもそも今からどうなるんでしょうか、はい。まあいい具合にロスを吹っ飛ばせていることを祈るばかりでございます。じゃあこの後残りの編集したいと思います。それでは。こんばんは。本日ソライブアフタヌーンを担当しました白井ゆかりです。3時間ありがとうございました。アフタヌーンの時間帯も全国的に晴れてるところが多くなっておりました。なんか久々にこう穏やかな週末日曜日だなっていうような時間の流れもゆっくり感じられるようなそういったお天気のところが多かったかなと思います。幕張も今アフタヌーン終わりのお天気、夕日もね、こう西日もちょっと見えるようなそういったお天気になって来ておりました。アフタヌーンの時間帯にちょうど雲がだんだん少なくなってきて青空も見られてくる時間がありましたね。はい、外中継の時ももう結構日差しも届くようなお天気にも変化しているのが見られましたし、青空ランキングも参加しましたけどね。いやランキングはあれはもうしょうがないですね。3桁台でよかった
何位だったかな忘れちゃったな。975位だったかな。きっと今はもう4桁台になってるかなと思うんですけども、ね、ぜひ皆さんよく晴れた日には青空ランキングもご参加いただけたら嬉しいです。そして今日はもう空見どもしらいロスにもさせないわということで、多分またこの後出てくると思うんですけど、ムーンとダブルで担当させていただくのに加えて、空白ロス、ね、この吹っ飛ばせということで特番もあるよというご紹介もしていきました。楽しんでいただけましたでしょうかね。またこの後同じことをムーンの振り返りでも言うと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。皆さんこんばんは、本日はですねイブニングを担当させていただきました井田茜です。私イブニング初だと思って張り切って緊張してますって言ったんですけれども、チャットから2年前にもありますよってきてどれだけ記憶力がないんだろうってちょっと反省しました。でもまあ番組改編後初っていうことでまあねしょうがないなと思っているんですけれども、でもすごくですね今日は夕日も綺麗で全国的に本当に素敵な風景がたくさん送られてきましたし、なんかチャットも本当多くの方が応援してくださったので、こう結構あほんわか、まあ、ちょっとミスしても笑いみたいな感じで気楽にっていうと失礼ですね、ちょっとこう気持ちが楽な感じでイブニングに臨むことができました。あとはねそうチャットですごく多かったのがこれ衣装なのみたいな多かったんですけど、これ自前です、多分って言われそう、結構自前なわけないじゃんみたいな、なんか自前です。今日はい、着てきました。これ着てくるわけないだろうぐらいのこと書いてありましたけど着てきました。ね、ちょっとですね前にこうネットで気になる洋服だったんですよこれが。で今回夏にねフランスに行った時に売ってたんです、デパートに。で買おうかなと思ったらサイズがなかったんです、大きいのしか。でじゃあこれは諦めようと。で次ベネチアに行ったらですねセレクトショップに1着だけこのサイズありまして、もうこれはやっぱり出会いだなっていうか運命だなと思って迷わず買いました。はい。やっぱりダメですね、こう海外の感覚でいると全然可愛いじゃんと思ったんですけど、日本だとちょっとあれって思われちゃうっていうことがよく分かりました。でも、まあ、もうね夏も最後ですし、もう着れる機会も今日くらいかなと思って、慌てて秋に入る前に着てきました。ということでですねまたぜひイブニング出演する機会がありましたら皆さんまた応援してください、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。こんばんは、本日ソライブムーンを担当しました白井です。再びこんばんは、アフタヌーン、そしてムーンとお付き合いいただきましてありがとうございました。ソライブムーンは1時間だったんですけども、予報フィードバックのコーナーも30分前倒しでお送りしていきました。90% を超えて良かったですね。本当に今日晴れてたところも多くってお出かけ日和になったかなと、そういったお天気の中たくさんの方に予報フィードバックもご参加いただきましてありがとうございました。そして21時からの空白ロスを吹っ飛ばせ特別番組いかがでしたでしょうか。私は若干今ロスになっている感じがしますけどね。
振り返っていく中で本当にあの皆さん会場で実際にお越しいただいた方もですね楽しんでいる様子、お子さんとかの笑顔とかも良かったですね。なんか本当に空白ができて良かったなって改めて感じることができました。ただその陰ではたくさんのボランティアの皆さんのお力添えがあったからこそだなっていうのもまたねこうひしひしと感じられる特別番組だったなと思います。ボランティア参加していただいた方からの実際のこうコメントであったり映像とかもね見させていただいて、もっとゆっくりお話できればよかったなっていう感想もまあ、あるんですけども、また来年もぜひぜひあの場でねお会いできたら嬉しいなと私は思っていますので、ぜひまた来年なのかどうなのかわからないですけども、空白というイベントで皆さんにお会いできたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは明日からまた1週間頑張っていきましょう。おやすみなさい。